演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。山崎製のケーキ5品を食べたいと思います。あー、ケーキいっぱいですね。これはどれも美味しそうだ。これがスイートバームクーヘン、モンブラン、ショコラトルテケーキ、いちごのショートケーキ、チーズスフレですね。それでは、から食べようか迷っていますね。それじゃあまずはシンプルにいちごショートからいただきます。まずはふんわりさっぱり、続いてはシュワッと広がってきて、ここで栗がコリコリしてきて、チョコレートの濃厚さも入り、最後はキャラメリゼでちょっと苦く締め、こちらのいちごショートケーキはふんわりさっぱりとしたスポンジと生クリームにほんのり効いてくるいちごの甘酸っぱさがしっかり引き出されて、とても幸せです。いちごはちょっと少なめですが、それでも十分に感じることができましたね。ただやっぱりもうちょっと欲しいかなと欲張ってしまう部分もあるので、自分はこちらのテイストとさせていただきます。続きまして、このチーズスフレケーキ、フォークを入れた瞬間にシュワッという心地よい音が聞こえてきて、そのままパクパクと吸っていくと、チーズのほのかな甘み、酸味、風味が口の中に広がり、とっても美味しかったです。つまりスフレ系のチーズケーキの美味しさを突き詰めていくと、これが何なのでしょうか。他の味も食べてみたいなと思うことで、こちらのテイストとさせていただきます。そちらのモンブランはちょっとペーストが少なかったかなっていうね、いわゆる市場に回る流通の商品なので仕方ない部分もあるのかなとも思いますが、もうちょっと栗を感じたかったですね。栗そのものが美味しかっただけにもったいないなと思いました。なのでこちらのテイストとさせていただきます。こちらの濃厚チョコケーキはチョコレートの濃厚さが口の中にふんわり広がってきて、大人の味わいでしたね。チョコレートが好きな方にはぜひおすすめしたいんです。あんまり甘すぎないので甘さがちょっとという方にもおすすめですね。というわけでこちらのテイストとさせていただきます。そしてこちらのキャラメリゼバームクーヘンは、バームクーヘン自体はしっとりしてるんですが、ちょっとキャラメリゼが表面にしかない、まあ、キャラメリゼの性質を仕方ない部分もあるとは思うのですが、表面しかなく、それを食べてしまうとただのバームクーヘンになってしまうので、ちょっと全面に押すには弱いかなという感じがしました。中にもキャラメル味が入ってたりすると良かったのかなと思います。クリームとの相性は良かったので、クリーム付きのバームクーヘンとして考えると、こちらの点数とさせていただきます。さて、今回はちょっと合間に評価してみました。商品あった方が分かりやすいかと思います。では続きを食べていきましょう。だけど夢はいつか目覚めなきゃいけないからね。またどこかで会おう。山崎のケーキいっぱい食べられてとっても嬉しい気持ちです。やっぱりケーキってこんなものをここに置いてたのかな。やっぱりケーキってなんとなく特別な食べ物っていう気がするんですよね。まあもちろん大人になった今だったらもうコンビニとか行ったりケーキ屋さんとかに行きたい時に行って買えるんですけど、なんか小さい時とかだと本当特別な時しか食べられないようなそんな商品です。何っていうようなイメージが未だに自分の中にあった。それをいっぱい食べられて本当に楽しい、本当に美味しいだけじゃなく楽しい気持ちになれました。それでは、身近用の神経性胃炎煩うよ。いやいや、なんかこの後自分がそうなるみたいな予言になってるよ。不安だわ。というわけで本日はこの辺にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると、高評価を押していただけると嬉しいです。演舞終演。